本日紹介するのはタレントの花井みりさん。生年月日は1984年10月15日生まれで身長が147センチ東京都出身です。花井みりさんは2003年4月大学在学中にメタルボックスに所属。同年9月マールマンにてグラビアデビューします。2004年給与明細ほか バラエティ番組へ出演し始めます。また、2005年2月、ショートムービー、大間が時、同年11月に映画、ゴシック・ロリータで主演を務めます。さらに6月、ジェネオン・エンタテインメントから、予感で歌手デビュー、高木勘がプロデュースを務めます。2008年6月、内外タイムス市場にて、小説を連載します。2013年9月には、 ギャレエンタテインメントに所属します。また、2022年、ギャレエンタテインメントとは、業務提携しているが、フリーで活動中。趣味は読書、カラオケ、特技は小説を書くことだそうです。中学1年生の時には、すでに F カップあったという、高校時代に、国立病院ダイエットを実践し、10キロの減量に成功した。ただし、 自身のブログにて、同ダイエット方法は、栄養バランス的な根拠があまり定かではなく、根性も必要であり、実践には注意が必要と記述しています。また、ゴスロリファッションも好み、その手の仕事も数件こなしているそうです。2010年12月頃に全身のミリテキドラキュライフが急に閉鎖した理由は、ブログの総合管理と、 業務提携をしてもらっていた会社から離れることになったからと説明。現在はミリオンとして2011年2月付からブログを更新中。今後、花井ミリさんが活躍されるよう応援していきたいですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではグラビア、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価。 よろしくお願いします。